寒い日はくずあんたっぷりの魚のかぶら蒸しを食べて温まりましょう。口当たりの良いさっぱりとした味わいの一品です。家でもこんな上品な料理作れるんですね。水の香りがすごい。いただきます。あ、おいしい、うん、おいしい。とろとろふわふわでいい食感です ね、 いいですね。これ自宅で作れたら最高。柚子の香りも口の中に広がります。あ、柚子とだしとタイとかで最高じゃないですか。最高最高。これおいしい。おいしいです、うん。では早速作り方を教わります。教えてくださるのは管理栄養士の中村文子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かぶら蒸しというのはすりおろしたかぶに卵白を合わせたものを白身魚などの上に乗せて蒸したものになりますよね、はい、何に見立てた料理になるんですか。かぶを雪に見立てた風流のある料理ですね。この季節に食べるのにぴったりのお料理ということなんですね、はい。魚は白身魚を使うということですが、はい、今日はタイを用意しました。はい、はい、タイの切り身ですね、はい、2切れをこのように半分にカットして、はい、食べやすいように半分に切ってます、はいはい、まずは下味をつけていきます、はい、まずこれにお塩少々ですね、はい、お塩と両面にまぶしてください、はい、それとあとお酒をですねちょっと入れておいてください。はい、大さじ1です。はい、これで10分ぐらい置いておいてください。はい、しばらくすると水分が出てきますので、はい、しっかりと水気を取ってください、はい、で水気を取ったものを、はい、フライパンで焼いていくんですが、今日はですね、はい、時間も短縮するためにちょっと焼きたいと思います、はい、で一応ですね中まで火は通らなくていいので焼き目が少しつくぐらいでいいですので、うん、こういうふうに焼いてください。ほんのりきつね色になるまで、はい、では反対側も焼いている間にですね、はい、残りの、食材を説明していきたいんですけれども、まずはカブですね、はい、中1個分使っていきます、 そうですね、はい、こちらがまさにその中、はい、これぐらいの大きさなんですが、はい、すりおろすとお隣ですね、 ですね、はい、これぐらいの分量になります、はい、このようにザルなどに入れて水気を切っておいてください、はいはい。そして中村さん、そうですね、あと、はい、株の葉っぱも使いたいので株の葉っぱを茹でて3センチぐらいに切ってください、はい、あとキクラゲですね、これは戻して細く切ってください。あとこれは銀杏ですね、はい、銀杏は1つを2分の1ぐらいにして用意してください。あとしめじは石突きを取って小房に分けていただいたらいいと思います。はい、では貝の方はいかがでしょうか、はい、もう大体、うん、火が通ってる真ん中まで火が通らなくてもいいのでただ、はい、ちょっと焼くぐらいで結構です。でこれをですね、はい、このお皿にもう身の方をちょっと上にしておきますね。はい、はい、このように器に、はい、まずは鯛をですね、はい、盛り付けたところで、はい、この上に他のお野菜も少し乗せて、そうですね、添えていきますね、はい、まずここのカブの葉っぱですね、はい、カブの葉っぱを置きましょう。そしてあとしめじもですねこの横に置いていただきたいと思います。はい、はい、こういうふうに、はい、はい、このように、はい、やはりこのカブの葉も茹でると色が鮮やかになって、そうですね、カブの葉っぱは栄養もたくさんありますので、うん、召し上がってください。はい、ではこの上に、はい、かぶら蒸しですから、はい、株をおろしたものと卵白を合わせていくんですけれども、はいはい、卵白今日はですね2分の1個分使います。 そうですね、そして中村さんこのように固めに茹でてください。泡立てる、はい、そうですね、泡立てますね。でこういうふうに落ちないくらいまで泡立ててください。逆さにしても落ちないぐらいしっかりと、はいはい、そしてこれにですね、はい、そこに塩を入れます。塩を入れますね、ちょっと混ぜますね、はい、ちょっとお塩を入れてください。小さじ5分の1です、はい。そしてこの後すりおろした株をですね、はい、加えますね、はい、はい、はい、そしてこの後にそこの銀杏と、はい、銀杏とそして、はい、キクラゲをこの段階で、はい、入れますね、はい、合わせていきます、はい、でここをですねあんまりしっかり混ぜすぎないようにしてください。この泡が消えてしまいますので、はい、このくらいで結構です。潰さないようにふんわりと、はいはい、そしてこの上に置いてください。こういう風にですねたっぷり入れてください、はい、結構こんもりと盛り付けるのがいいそうですね、はい、そうですね、はい、持っていきます。長くできますね、はい、はい、
あとはこれを蒸し器で蒸していくわけなんですが、はいはい、だいたい時間はどれぐらいですか？ですね、8分から10分ぐらいですね。はいはい、こういうふうに蒸していきます。はい、蒸し上がるとこのような状態になりますね。はい、ふっくらと綺麗に蒸し上がります。でまた蒸し器が家庭にないという場合は、あのですね、はい、あのこの状態でですね、あのお酒を小さじ1杯ぐらい振りかけていただいて、これをラップをふわっとかけていただいてですね、はい、1個につき500ワットで2分30秒ぐらい加熱していただいたら同じように出来上がります。はい、どちらかぜひお試しください。はい、そしてこの上にくずあんをかけていくわけなんですが、すでに小鍋の中にはだし汁 150ml、 薄口醤油小さじ1、みりん小さじ1、生姜汁小さじ2を加えています。はい、でこれに水溶きの片栗粉を入れて、はい、で煮立つまでしっかり火を通してください。はい、このただ蒸して終わりではなくて、さらに温かいくずあんをかけることで、はい、また体も芯から温まりそうですね。どうでしょうか中村さん、今回魚はタイを使いましたけれども、はい、他のお魚だと、あとですね、アマダイとかキンメダイですね、はい、あとはさ、今タラですね、はい、そういうものを白身の魚をお使いになった方がいいと思います。うん、はい、またカブの葉もですね、小松菜でも大丈夫ですよね。はい、ぜひお好きな野菜や魚を使って作ってみてください。はい、あ、もうだいぶ、はい、あ、だいぶとろみが出てきましたね。はい、そしたらではこのくずあんをこちらあらかじめ、はい、蒸したものを用意しています。こちらにかけて、たっぷりかけてください。たっぷりかけて、はい、そしてあとわさびとか柚子胡椒ですね、はい、この上に仕上げに置かれたら完成ですね。はい、これでまた香りがすごく良くなります。はい、さあ今日は中村さんに体が温まるタイのかぶら蒸しを教えていただきました。ぜひ皆さんお好きな魚そしてお野菜でお試しください。小エビを加えても美味しいですよ。それでは2人分の材料を紹介します。鯛の切り身2切れ、そして塩少々、酒大さじ1、油少々です。カブは中くらいのものを1個、塩小さじ1/5、卵白は1/2個分、そしてキクラゲは 3g、 カブの葉は 50g、 しめじも 50g です。銀杏は4個、そしてだし汁 150ml に薄口醤油、みりんは小さじ1、生姜汁と片栗粉は小さじ2、そして水大さじ2です。最後に柚子胡椒を添えましたが、わさびでも美味しく召し上がれますよ。